どうもお疲れ様です。じゃあ今日もね、ポイント活動をやっていきましょうお。おなじみのモッピーなんですけども、今回も簡単ですよ。資料請求だけで3000円ということなんですけども、プラスアルファでボーナスポイントが500ポイント。まあこれがどういうことかっていうとね、今回この3000ポイントを資料請求だけでもらえますよっていうふうなキャンペーンに30人の応募があったら、今回のボーナスは 皆さんに配るということだったんですけどももうすでに30人達成してるんで、まあ、皆さんに3500ポイントこれね付与されるってことなんですよねで今回の案件はフランチャイズの窓口初心者ビジネスと書いてますえっ、ー、と内容詳しく知らなくて構いません、えー、資料請求をすると まあ 3, 円がもらえるよとと思思っておけばいいと思いますで資料請求のやり方なんですけどもまあこれから本来ならねこれからフランチャイズをしようとする方がその開業資金の程度によってどんなことをすればいいかってことをまあ資料によって判断するその後にアドバイスを受けるみたいな流れになるわけですけども今回ね資料請求をしてで資料請求する際に開業資金101万円以上を選択すると この3500円が転がり込んでくるということになりますね。で、一応ね、電話確認があるみたいです。本人確認がね。その際に気をつけないといけないのが、あ、これね、ポイント目当てで申し込んだんですよとかね。そんなこと言っちゃダメですからね。ポイントっていうのはあくまでもモッピーからもらうものであって、フランチャイズの窓口さんから同行するものでありませんからね。えー、で、一応ね、フランチャイズに興味のある方が、ポイントゲットから応募してくれると嬉しいなってことですけどね。 えー、あの資料請求した挙句ちょっと興味がなくなっちゃったっていう風なね方もいるかもしれませんのでそれはもう手心は皆さんの方で加えてみてくださいそのほか注意しないといけない点本人確認時のお電話資料請求先のフランチャイズ本部からのお電話にてポイントのお話をした際は成果対象外となりますんで「夢夢これポイントがどうこう」とかって言っちゃいけませんよね ちょっと開業とかフランチャイズに興味があるんで資料請求してみたんですけどみたいな感じで進めてくださいよろしいですかねはいその他注意事項ありますんでそんなにたくさんないですから読んでおいてくださいねで実際にポイントゲットってところ行ってみましょうかポイントをゲットそうするとどうなるかっていうと独立したい収入増やしたい普及を始めたい週末起業したいなどのフランチャイズっていうのがありますよっていうね選択肢が示されていて このホームページを見るとフランチャイズの説明が簡単に書いてあったりとかねまあするわけですよねでメリットもありますねはいどんどん見てくださいねで申し込みフォームは一番下の方だと思いますけども様々なフランチャイジーがフランチャイズを募集してますんでここからフランチャイズの一括治療請求をしてくださいねで後から電話ありますんでね電話で本人の確認がありますからその時にあ資治療請求した本人ですっていうふうに お答えいただいて全てのこれねあの活動は無料になってますから無料なのに3500円もらえるという、まあ、こんな感じでね最近資料請求だけでその何千円もらえるっていうのはねすごく少なくなったんで貴重な機会だと思いますからぜひこれを機会にモッピーからお申し込みくださいでモッピーのアカウントがない方は動画概要欄にアカウント登録の URL を貼っておきますプラス最初から300ポイントか500ポイントがね 入るという風に言われている紹介コードもつけときますので、これ絶対紹介コード入れた方がいいですよ。そうすると最初からね。あの数百円ですけども入ってますからね。はい、それでは今回もありがとうございました。よろしくお願いします。